おやつこんちこんばんはポテトです。今日もデータも続けていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。よし、はい、ということです。今回はですね、マキシマムズキスピード編、略してマクスピって聞いたことあるような名前になってますけども、やっていきたいなと思います。前回はですね、ドリブル数値編ですね、やっていきました。見ていただいた方ありがとうございました。数多くの方見ていただいてすごくすごくホクホクしておりますが、今回はスピードというところでですね、やっていきたいなと思います。さあ、やっていく方法になっていくんですけども、前回とね、基本的には同じ形になっていきます。ルールもね、同じような形でこんな形になっていますよと。測定場所はペナルティエリアのライン付近で行います。コメントありがとうございます。で、ただですね、今回ちょっと変えたところがあります。それがですね、ドリブルの本数ですね。前回ですね、ちょっと少なめにして、まあそれで分析をしていこうという形でやっていきました。はい。で、ただですね、まあちょっとね、これもうちょっと取りたいなってやっぱデータ的に見てて思ったので、今回からですね、ちゃんといっぱい今まで通り本数を取ってですね、分析をしていきたいなと思います。そうです、時間がかかるんです。2倍ぐらいかかります。でもちゃんとしたデータで見たいから、私見たいからやっていきたいなと思います。はい、ということでですね、ドリブル測定の方法等に関してはですね、今までの動画にも載っけていますので、概要欄から見ていただければと思います。マキシマムドリブル、マクドリを見てからこちらを見ていただくとより楽しめるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、前回のね、ドリブル99のマキシマを1回お休みしていただいてですね、新たにマキシマを取りまして、スピードを84から99まで見ていきますよという形ですね。で、あと動画3本に分けていくんですけど、前回編集しててすごく思ったんです。1回目すげえ重たいなって思ってて、なんだろうなと思ったら、1回目で90まで一気にやっちゃってるからなんですね。なんでだろうなってすごく後々思ったので、今回の動画では84から88まで見ていきます。次の動画で89から93まで、最後には94から99まで見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで見ていきましょうということでですね、今回は84から88まで見ていきますね。プラス2されてですね、ちょうど90乗るかなというところなんですけども、見ていきましょうと。事前情報としてですね、マクドリの時の最高速は4秒55コマでしたね。なので、これをどれだけね、上回れるのかなというところもね、ちょっと気になるところではありますので、そこを見ていきましょう。さあ、行きましょう。レディーゴー。まあ、ドリブルよりね、当然にスピードはね、速くなっていくのかなという感じはしてるんですけどね。はい、ということで見ていただきました。これちょっとデータ見ていきましょうかちょっと一回グラフで見ますか。グラフで見るとこんな感じ。ストーン、このグラフの見方はこちら。さらに詳しい見方は前回の動画をチェケラです。一番左の84のとこですね。84のとこ何も上げてない状態でも一回今回ね、一応測ったんですよね。測ったんですけども、ですね、ものすごいスピードが出てますどういうこと。84なんですね。これは前回のマクドリでも一番最初に測定してるはずなんですね。だけど、まあ、一応ね、測る場所変わった。ちょっとね、ペナルティエリアのライン際にしたので、ちょっと一応測っとこうかなと思って測ったんですね。なんで一番早いの出るんだよ。4秒52コマ?わけわかんないじゃん。なんでだよ。いや、まあ、マクドリの時は確かに本数減らしてはいたんですよね。確かにね。まあ、だけども、その最高速ここで出る?マジで?ちょっとグラフもこうなんかすごい、もうなんかすごい山なりになっちゃってるしこれまあでもまあまあまあしょうがないですね。ここで嘘ついてもしょうがないんで、なんかすごくよく出来がいい結果になっちゃいましたね。84の一番最初が、その次ぐらいからなんかちょうどね、まあなんか妥当っぽいような雰囲気もありあるような。で、まあ88とかではやっぱりちょっとと速くなってるなという印象なので、まあ、ここでやっぱ90乗ってるからなのかな。ちょっとキュッとね、良くなってる。87年に比べてキュッと良くなってる印象はありますかね。まあ最高速に関してでも87の方がちょっと速かったりとかした
っていうとこですかね。まあなのでこれ、まあここだけ見るとまだ何とも言えないんですけど、最高速っていうのは80とか超えてくると、もしかすると、まあ可能性がねちょっと低いっていうだけで、最高速っていうのは出る可能性はあるのかもしれないですね、数多くやってればね。うんっていう、まあそれがたまたま今回出ちゃったっていうね可能性はありますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、84から88までねちょっと見ていきました。ちょっとね波乱の展開すぎて、ちょっとどうしようかなって、今後どうなるのかっていう、僕はすごく不安で不安でしょうがないんですけどもやっていきたいなと思います。皆さんこれ見てねどう思いましたでしょうか。コメント等でねご意見ご感想いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日の動画ねこれで終わりたいなと思います。また明後日ですかね、イブの日にですね、今度は93までですね見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画ねこれで終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。